のびるクイズ。参加するだけでみんなも伸びるよ。そうね、成長するってことね。じゃあまず最初簡単なのからいった方がいいね。あ、そうね。じゃあ第1問、はい、じゃじゃん、はい、茨城県には空港があります、はい、その名も何空港でしょうか。すげえ簡単だね。選択問題にしよう。今のネバ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 っていうのは何？シンキングタイムの音楽。そうね。ああ、そうね。じゃあ1番、はい、1番選択問題、選ぶ問題、はい、1番東京空港。東京ディズニーランドみたいな。ちょっと憧れちゃってね。ちょっとそんな話題もあったけどね。あったね、東京っていう名前をつけようかみたいな ね、はい、2番納豆空港。そんなね、悪くによった名前あるかね。2番納豆空港。3番納豆おじさん。空港でもなんでもねえよ。ただただ私だよ。いや、私学校に行ったんだから。自分で認めちゃったね、今ね。ごめんなさい。納豆おじさん。納豆お兄さんって言われた。4番茨城空港。はい、分かった。さて何番でしょうか。4番。4番つって、はい、何番でしょう。何空港でしょう。茨城空港。おー、偉い。茨城空港、ファイナルアンサー。うるうるファイナルアンサーって今使えハーフハーフテレフォン使わないから、どれも正解でも。わー、すごい、正解来てくれた。うわー、すげーすげーすげー、やったぜ、偉い。ネバルクのお目あげを。あ、やった。あ、それはもう意外だ。いっぱいつけたらもう剥がせないっていう。あ、よかった。あの仮面、石仮面と同じのね。怖いよ、呪いの仮面だそれ。もうこれつけたら走れないよ。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、よかったね、拍手を。はい、おめでとう。やった、もらえた。茨城空港っていうところが実はあるんですね。いや、もう現に